皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。市税の支払いをお忘れなく。税金は私たちの暮らしを支え豊かにする市の大切な財源です。今年度の市税等の納付期限は次の通りです。期限までに忘れずに納付してください。令和3年度の納期限、軽自動車税種別割前期5月31日月曜日、固定資産税1期4月30日金曜日、2期8月2日月曜日、3期12月27日月曜日、4期2月28日月曜日。市県民税1期6月30日水曜日、2期8月31日火曜日、3期11月1日月曜日、4期1月31日月曜日です。市では納付が便利な市税等の口座振替を推進しております。口座振替を利用することで納め忘れの心配や納付に出かける手間が省けます。口座振替手続き後は翌年度以降も継続されます。手続き簡単、ページ口座振替受付サービス、市役所本庁舎納税課窓口ではキャッシュカードで簡単に口座振替の申し込みができるサービスも行っています。通帳届出印は必要ありません。詳しくは納税課窓口までお問い合わせください。お問い合わせ先は納税課電話 973-1099 973-1099 まで。詳しくは広報うるま4月号14ページをご覧ください。国民健康保険の手続きについて。国民健康保険資格の取得、喪失、変更は届出が必要です。保険証の切り替えが済んでいない状態で病院を受診すると保険証が停止できないため全額自己負担の可能性があります。次のような場合は14日以内に届出をお願いします。届出には個人番号、マイナンバーの記入が必要です。取得届、うるま市に転入してきたとき手続きに必要なものは身分証です。また職場の健康保険を抜けたとき、職場の健康保険の扶養から外れたとき手続きに必要なものは身分証、社会保険資格喪失証明書、また子供が生まれたとき必要なものは身分証、印鑑、保険証、分娩費用明細書、世帯主の通帳です。喪失届、うるま市から転出するとき手続きに必要なものは身分証、保険証です。また職場の健康保険に加入したとき職場の健康保険の被扶養者になったとき手続きに必要なものは身分証、国保と職場の保険証です。亡くなったとき必要なものは身分証、保険証、喪主の印鑑と通帳です。
変更届、うるま市内で転居したとき、世帯主や氏名が変わったとき、必要なものは身分証と保険証です。世帯主に扶養されるものが、大学進学と就学のため、うるま市から転出するとき、必要なものは身分証、保険証、学生証、在学証明書です。介護保険施設や障害者支援施設に入所のため、うるま市から転出するとき、手続きに必要なものは身分証、保険証、入所証明書です。お問い合わせは、うるま市国民健康保険課、付加資格係、電話 098-973-3202、 098-973-3202、 国保給付係、098-989-5347、 098-989-5347 まで。詳しくは広報うるま4月号15ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所だよりをお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。